東京臨海副都心お台場、台場公園台場公園は東京都港区台場一丁目にある都立の都市公園である。ペリーの黒船来航に備え、東京湾上に作られた品川台場の跡地の一つである第三大城を利用して1928年7月7日に開園したお台場海浜公園から続く東京湾に突き出た公園となっていて、 周囲は、石垣で囲まれ、その上に土手があり、中央が低い構造になっている。一辺が160メートルの正方形。北側には、石組の船付きバートがあり、火薬庫、玉薬お化粧などの跡、中央には、弊社の礎石が残っていて、芝生広場が広がる。通年入園自由、無料。近くに、男女別型トイレあり、ベンチ多数あり、飲料自動販売機、 専用駐車場、子供用遊具なし、釣り不可。海影6年はアメリカ艦隊来航にあたって解剖の必要を認めて、江戸幕府が築造した台場の一つである。陣屋や,や弾薬庫の痕跡がよく残されているとして、無人島と化している、第六大場と共に1926年10月20日に品川台場として国の史跡に指定された。江戸末期に、 台場公園となった第三大城を含め東京、品川には8つの台場が建設されている。鉄道バス、お台場学園前下車。ありがとうございます。